メモリーの周波数って結局どれぐらい影響あるの？そんな疑問持ったことありませんか？今回はあのオリコさんから DDR5-7200MHz の爆速メモリーをご提供いただきました。今まで使っていたクルシャルの DDR5-6000MHz と比べて実際どれぐらい違うのか、ゲームや動画編集で体感できるレベルなのか、気になるところを検証していきますので、ぜひ最後までお楽しみください。まずは今回比較するメモリーのご紹介です。これまで使用していたメモリーがクルシャルの DDR5 Pro 32GB、 データ転送速度が 6000MHz、 CL36 の XMP3.0 と EXPO に対応しております。シンプルな外観で安定志向のモデルとなっております。そして今回レビューするメモリーはオリコレースラインネオン RGB DDR5 32GB、データ転送速度が 7200MHz で CL34 の XMP3.0 と EXPO に対応しております。取り付けるとこんな感じで RGB ライト搭載で見た目は一気に華やかになるかと思います。そして今回テストに使う PC の構成は CPU が Ryzen 7の 9700X、 GPU が Radeon RX の 7800XT、 マザーボードが ASRock の B650M Pro RS Wi-Fi、電源がクロシコの 750W ゴールド、 OS は Windows 11 Pro 24H の2が不具合が多いということなので 23H の2を使用しております。比較的最新の構成ですが、ハイエンドではなくあえて購入しやすいパーツを使用していますので、参考になりやすい環境かなと思います。それではどういった方法で比較していくかを簡単に紹介します。それでは今回比較検証に使用するソフトが、1つ目が CPU-Z、CPU とメモリーの詳細情報を確認していきます。2つ目がダヴィンチリゾルブ、動画編集ソフトでのプレビューやエンコード時間の変化を見たいと思います。3つ目がシネベンチ R23、 CPU のシングルコア、マルチコア性能を測定していきます。そして高速メモリを使う上で、特に CPU 依存度の高い作業やゲームにおいてより安定したパフォーマンスを実現できるそうなので、そういったところも検証していきます。ということで、まずは CPU 依存度の高いベンチマークソフトの 3D マークナイトレイド、ファイナルファンタジー15、そしてここからは CPU 依存度が中程度とされているモンスターハンターワイルズ、ファイナルファンタジー14、そして依存度の高いゲームとして APEX レジェンズ、フォートナイト、ホグワーツレガシー、そして依存度の低いゲームとしてモンスターハンターワイルズ、ワールドオブウォーシップス、以上のソフトやゲームなどで FPS や安定性なども含めて検証していきたいと思います。まずは現在使用しているクルシャル DDR5 Pro のスペックを CPU-Z で確認してみます。モジュールの製造元はクルシャルテクノロジー、搭載されているメモリチップはマイクロンテクノロジー製、動作クロックは 6000MHz で、レイテンシーは CL36-38-38-80 となっております。電圧は 1.35V となっていて、安定性を重視したバランス型となっているようです。続いて今回レビューするオリコの DDR5 のメモリーを見ていきます。モジュールの製造元はオリコ、搭載されている DRAM チップは SK ハイニックス製となっています。このメモリーは最大 7200MHz で動作し、 EXPO および XMP3.0 の両方に対応しています。レイテンシーが CL34-45-45 の115となっています。電圧は 1.4V と少し高めになっております。クルーシャルの CL36 と比べてオリコは CL34 と少し低めで、クロックも 7200MHz と高速、その結果レイテンシーも下がっているので、理論上はクルーシャルよりもサクサク動くはずということになります。それではまずダヴィンチリゾルブを使って1分間の 4K 動画の書き出し時間を見ていきます。はい、どちらも同じ18秒という結果になりました。続いてはシネベンチ R23、 CPU はデフォルトの 65W でテストを行っており、 105W モードでのテストではありません。そのため 105W モードと比べてスコアが 10-15% ほど低くなっていることをご了承ください。まずはマルチスコアの測定結果、 6000MHz のスコアが 19823、
7200MHz では2523となり、約 3.5% の向上が確認できましたが、この程度の差であれば誤差の範囲とも言えるかと思います。そしてシングルスコアの測定結果では 6000MHz のスコアが2210、7200MHz では2211とほぼ変わりのない結果となりました。続いては 3D マークナイトレイド。こちらでは解像度 WQHD での総合スコア、 CPU、GPU スコアを見ていきます。そして結果の方ですが、 GPU スコアが約 15% アップ、 CPU が約 10% アップ、総合スコアが約 11% アップという結果になりました。続いてはファイナルファンタジー15。こちらも解像度は WQHD で最高設定での結果を見ていきます。 6000MHz のスコアは 11413、 7200MHz では 11571 とわずかですがスコアが向上したという結果になりました。そして次は今話題のモンスターハンターワイルズベンチマーク。解像度は WQHD でグラフィックプリセットはウルトラ、フレーム生成をオンにして結果を見ていきたいと思います。 6000MHz のスコアは 21,366、 平均フレームレートが 125.45、 7200MHz では 23,979 で平均フレームレートが 140.81 で、スコアとともに約 12% 向上したという結果になりました。続いてはファイナルファンタジー14のベンチマーク。こちらも解像度は WQHD で最高設定での結果を見ていきます。 6000MHz のスコアでは 18,027、 7200MHz では 18,763 とわずかにスコアが向上しましたが、こちらも誤差の範囲になるかと思います。まあ、ここまでやってみて CPU 依存度がなんて初めの方は言っていましたが、あまり関係はないような感じがしています。ちょっとね、喉が枯れてきましたが、ここからは実際にゲームをプレイしてみて安定性やフレームレートの平均などをチェックしていきたいと思います。まずは Apex Legends。 解像度は WQHD で画質設定はデフォルトにしています。射撃訓練場でのアルティメットアビリティの使用も含めた平均フレームレートを見ていきます。 6000MHz では最低161から300、平均230となり、7200MHz では最低191から300の平均245となりました。続いてフォートナイト。こちらも解像度は WQHD、 レンダリングは DirectX12、 3D 解像度は100で競技設定にしています。ベンチマーク専用の島がありますので、そこで同じく平均フレームレートを見ていきたいと思います。このベンチマークは実は結構ボリュームがありますので、このまま見ていただいてもいいんですが、あまりにも長くなってしまいますので、早速結果を見ていきたいと思います。 6000MHz では133から239の平均186となり、 7200MHz では128から245の平均 186.5 となりました。次にホグワーツレガシー。こちらも解像度は WQHD で画質は最高設定、アップスケールはオフにしています。処理が重くなりがちな空中を飛行しているシーンでの平均フレームレートを確認します。まず 6000MHz では72から90の平均81となり、 7200MHz では71から95の平均83とほぼ一緒という結果になりました。続いては先ほどのモンスターハンターワイルズを実際にプレイしてみたいと思います。解像度は同じく WQHD でグラフィックプリセットはウルトラ、フレーム生成をオンにして大型モンスターとの戦闘時の安定性やフレームレートを見ていきます。まず 6000MHz では129から148の平均138で、 7200MHz では133から150の平均141となり、約 2.17% 上がるという結果になりました。また安定性に関してはどちらも快適に動作していると思います。少しでも底上げしたいという場合なら、こういう選択もありかなと思いました。そ
それでは最後にワールドオブウォーシップの平均フレームレートも見ていきます。こちらも解像度は同じく WQHD で最高設定にしています。まず 6000MHz は141から242の平均191となり、 7200MHz では154から244の平均199という結果になりました。それではここまでの結果を一目で比較できるようにグラフにまとめてみました。今回の検証では7200MHz と 6000MHz のメモリーを比較してみましたが、全体として劇的な差が出るわけではないものの、確かに一部のソフトやゲームではスコアやフレームレートに違いが見られました。特に 3D マークやモンスターハンターワイルズベンチマークのような負荷が高めの環境では体感レベルで差が出る可能性があることが分かりました。とは言ってもコスパや安定性を重視するなら 6000MHz でも全然問題ないかと思いました。ほんの少しでも性能を底上げしたいとか、 RGB でビジュアルにもこだわりたいという方には、今回のような 7200MHz のモデルはありな選択肢だと思います。これから先メモリ選びをする方の参考になれば幸いです。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも参考になりましたら、高評価、チャンネル登録をぜひともよろしくお願いいたします。次はジャンク系の動画も出したいな。